工学館大学、1882年、明治15年に、伊勢神宮採取であった、国宮朝彦神道の領事によって林崎文庫に設置された神宮工学館を母体とする。主として、神職や教員の養成にあたり、1903年、明治36年に、官立の旧制専門学校、内務省所管の宗教系旧制専門学校を経て、 1940年、昭和15年には、旧制の官立大学、文部省所管になるが、第二次世界大戦終結後は、国家浸透を推進した機関の一つとして、いわゆる浸透指令を受けて、廃学、解散した。その後、旧制神宮工学館大学の関係者らによって、神宮工学館大学最高規制会が結成され、現在の大学は1962年、 昭和三十七年に私立大学として、いわば、再興されたものである。神宮の下空と内空のほぼ中間の倉田山に、大学本部、伊勢学者、文学部、教育学部、現代日本社会学部コーチが所在する。二千十一年、平成二十三年三月までは、名張市にも名張学者、社会福祉学部があったが、二千十年、平成二十二年度より、 社会福祉学部の募集を停止、機能を伊勢の本部に統合することを決定して、名張市から撤退した。名張学者跡地には、熊野市から近畿大学工業高等専門学校が2011年、平成23年4月に移転した。1962年、昭和37年に新生大学として発足した工学館大学は、その見学の精神を 元の神宮工学館及び神宮工学館大学より受け継いでいる。1882年、明治15年に神宮の鎮座する伊勢に発足した神宮工学館は当時の文明開化、旧物破壊の風潮に対して日本古来の歴史と伝統に基づいた学問の維持発展を目指した。1900年、明治33年2月18日、当時の神宮採取。 神宮工学館総裁課用具、国の利用による領事は、現在においても工学館大学見学の精神を最もよく示すものとされている。内容は以下の通り。文学部の神道、国史、国文学科では、神社本庁の神職の資格が取得できる。大学でこの資格を取得できるのは、工学館大学と国学院大学のみである。なお、 宗教科教員免許を取得できる、神道系学校は、工学館大学のみである。明治維新以前、伊勢神宮では、神職の養成や神道、学問の研究、文書の保存などを神宮文庫の前身にあたる豊か、宮崎文庫や林崎文庫が主になっていたが、神宮文庫、遠隔の校を参照、大教宣布や近代社格制度の整備に代表される、 新政府の新党国教家の推進政策の影響を受け、神宮でも本格的な共同職の養成機関を作り、全国への新党の不況を図る動きが起こった。そこで、当時神宮将宮寺の地位にあった浦田長田みらが中心となって設立したのが神宮教員であるが、これが工学館の源流である。年、明治年月日、教省に、 神宮教員解説届が提出され、翌1873年、明治6年には、全国からの新入生を集めて、神宮教員が開校した。1876年、明治9年の神宮教員規則によると、生徒は8から15歳程度までの、洋学生と16から18歳ほどの、高修生に分けられ、寮生活の中で教学を収めることになっていた。 洋学生の多くは近隣から通学していたが、小学校が近くの地区に設立されると、ほとんどの生徒はそちらに転校したため、教員生の数は激減することとなった。一方で講習生には、県外出身者が多かった。1876年、明治9年10月、神宮教員はその規則が改定され、神宮教員本教官として新たに置かれた。 工学館直接の母体となったのはこの本教館である。教職員は、館長、大教授、大倉ごと一人ずつの下に、中教授、中館児、小教授、小菅ごと、寮長、社長が配置され、学生の学年は加藤、普通学生、中等、上等、それぞれ専門学生に三分されていた。修行年限は四年と十ヶ月で、授業形態は、 加藤から上級に進むにつれ、地読みや受講から、臨校、読習が多くなっていった。上等段階の学習では、キリスト教の聖書も使用されており、その内容の多岐さから、布教活動のための人材養成としての側面を伺うことができる。また、神宮教員は全国を13の教区に分けて、布教活動を行っていたが、この教区制が本教館へ。 全国からの学生を確保する役割も果たしており、北は仙台、南は薩摩と幅広い地域からの出身者が学んでいた。1879年、明治12年には定員を50名にし、15から25歳の中誠競技に従うことを願った者に入学資格を与え、年限を4年とすることなどを定めたが、学生間の対立劇化が直接の契機となって、 本教館は1881年、明治14年12月9日の2つをもって並行せざるを得なくなった。社会的にも、当時の新党をめぐる政策の情勢が、再生一致から分離の方向に動きつつあり、共同職の意義が揺らいでいたことも、間接的に影響していたと考えられる。共同職は1884年、明治17年廃止。 神宮教員本教官が廃止されてから半年に、三田内1882年、明治15年4月30日、国宮朝彦新能より、今般、林崎文庫に工学館設置工場、この、胸章立工事なる二つが出され、同年7月6日には、内務卿、皇天高級所参、城の山田明義宛に、工学館設置の義務機が提出され、 教育機関の再興運動が始まった。ただし、学校の設立は順調に進んだわけではなく、内務省からの設置認可は1883年、明治16年5月26日にようやく下り、生徒を募集して、教育活動を本格的に始めたのは1885年、明治18年以降のことであった、開校式は1883年、 明治16年月28日に挙行。工学館の教育目的から共同職の要請はなくなり、基礎教養を授けた上で新党の専門教育を施すという新たな目標が掲げられた。設立当初は小学校との両方に席を置く児童もいたが、1886年、明治19年の小学校令交付によって、そのような幼年者は小学校に転席され、 工学館は中等家庭以上の学校となる方向付けが取られた。1887年、明治20年には工学館から神宮工学館に改称され、学科は尋常か尋常小学校卒業程度のものを対象、4年生とその上級にあたる高等か4年生に編成し直された。後、一時期は尋常中学校相当のレベルに、 短縮されたものの、専門教育機関としての定裁を整える方向に進み、幾度の改定を経て、1899年、明治32年には、余科生を全員30県立第四中学校に移して、余科を廃したことで、本科、4年生、専科、3年生からなる専門学校となった。1898年、明治31年には、余科、 本科生に徴兵猶予の資格が、1899年、明治32年9月には、中等学校教員の無試験検定資格、歴史科、国語漢文化が認定され、1902年、明治35年2月には、本科卒業生に、総任官、専科卒業生に、半任官総統の進職資格が付与されることとなった。そして、明日ともに1903年、 明治36年9月1日より、神宮工学館完成に基づく内務省管轄の管理専門学校、ただし、専門学校令によらないとして認定されるに至った。以後、神宮工学館は、国体を、工事、道義を、民にし、これが発揮と実践登記することを目標に、教育活動を行い、環境の広報、発展に努めた。 本家は中学校卒業、専門学校入学者検定合格者を対象とする4年生の家庭であるのに対して、専科は中学校3年終了もしくは16歳以上を入学資格とする測成家庭であったが、1917年、対象6年には、専科卒業者にも教員免許が認定されるように科目の改正が行われ、1921年、 大正10年9月には、文部省より、専門学校に準じる学校に指定され、1924年、大正13年には、本科卒業者を高等学校及び、大学余科卒業者と同等とすることが認められた。しかし、学校の水準や地位が向上した一方で、大正時代末期には創立当初の精神に立ち返るべきとの声が高くなり、制度の改革がなされた。 背景には、新党を学んだり、新職に就いたりすることよりも、中等学校教員免許を無試験で取得することを目的にして入学するものが多く、事実上は、教員養成所と変わるところがないという当時の現に、対する批判が関係者の間で高まったことにある。事実、1927年、昭和2年の卒業生の就職状況では、本科卒業者の4分の3近くが、 教職にあった。1925年から1926年の間に行われた改正では、本科の上に1年間の研究科を設け、戦科を廃止して新たに新職養成部を置くことや、科目に浸透科を追加することが行われた。新職養成部は、高等小学校卒業者を対象とする4年生の普通科として置かれることとなり、1931年、 昭和6年より、尋常小学校卒業者、対象5年生に改定、中等教育段階で普通進食を要請することを目標に生徒を募集した。それでも、教員志望者、就職者は減少することなく、神宮工学館は、全国の中等小学校に卒業生を送り続けていった。なお、施設、環境面では、それまで、 富士山田一時間待ちにあった高知が教育に不適であるとして、1916年、大正5年から3年の歳月をかけ、市内の倉田山に総面積2万3000丁坪の大規模な学園用地造成し、囲碁同地を工学館の本拠地とした。1928年、昭和3年の大行動完成を、はじめ、1930年代には、 教室や寮などの各施設が整備、充実されていき、一大学園としての姿を整えていった。1932年、昭和7年には、創立50周年を記念して、館歌,歌が制定された。大学令が1918年、大正7年に定められたことで、神宮工学館を短科大学に昇格させる。議論自体は1920年代より以前から一部で、 上がっていたが、昇格計画が表面化したのは、大学昇格規制同盟会が、卒業生らによって組織された1934年、昭和9年のことであった。1935年、昭和10年には、第1回調査会が、内務省神社局、神宮寺町といった関係官庁と学校、同盟会によって開かれたが、翌年の第3回調査会で、神社局により、 内務省管轄での大学設置は不可能であり、新職要請のための大学を置くことは困難で、直例手続きも難しいとの回答がなされたことで、昇格運動はひとまず学校の充実に向かうこととなった。しかし、同年頃から伊勢神宮を中心として国民精神功用を目指して、宇治山田市を聖地化する大宮都聖地計画案が具体化したことで、 精神的施設の必要性の観点から、神宮工学館の大学昇格が、再び浮上することとなった。1937年、昭和12年から、司会、県会、工学館、三重県選出の国会議員らが一致して、昇格運動を積極的に行った結果、1940年、昭和15年には、文部省所管の管理大学として、浸透精神の鮮明を掲げた。 神宮工学館大学が置かれることが決定し、同年4月には、余科第一期生を迎えて開学した。なお、内務省管轄の神宮工学館は、募集を停止し、全在籍者の卒業をもって廃止することとなった。1941年、昭和16年には、従来の神宮工学館に代わって、新職を要請する付属専門部、3年生が開設され、翌年には、 学部、三年生が開かれた。予備教育を施す余科は別として、学部、専門部の学科課程は、浸透関係の科目が多く、広告固有の教学の基本に、培う不学術の理論起用用を、教授することが指名された。大東亜戦争中、旧、神宮工学館は、1942年、昭和17年9月に本科、本家、 1944年、昭和19年2月に普通科最後の卒業生を送り出して廃止され、1943年、昭和18年には、文系学生の徴兵猶予が停止されたことで、学部学生の約4割にあたる151名が、同年12月に入園した。1945年、昭和20年に入ってからは、倉田さんのコーチが、宇治山田空襲によって、 建物の多くを消失し、8月15日の日本の幸福以降、神宮工学館大学は国家浸透を担ってきた一機関としてその命運がいよいよ危機的なものとなった。存続を図るために、同年10月24日、大学は工学館大学と解消し、浸透科目を削減することを文部省に願いで、学生の側も12月に大会を開き、 国家浸透職を払った上で大学を存続するよう文部省に宛てた決議文を作成したが、連合国軍最高司令官総司令部が浸透司令を同年12月15日に発したことや、その他の大学存続案、私立学校に転換、または他大学との合併などが決まらなかったこともあり、神宮工学館大学は1946年、 昭和21年3月14日の直令によって、廃学、解散となった。職員は希望調査の上での転任となり、卒業生以外の学生は、他の大学や高等学校、専門学校に移っていった。高知は、宇治山田氏が購入し、図書などは名古屋大学などに移管され、工学館の歴史は一時中絶した。工学館は廃止されたものの、 卒業生を中心に学校を再興する機運は強く、1946年、昭和21年9月1日には、三重県知事に、私立各種学校としてのビス専門学館設置申請が、とも予表の早川万三郎に提出された。新党指令では、私立の新職養成所の設置は禁じられていなかったため、早川は、かつての工学館との違いを強調することで認可を、 同月10日に言え、10月に授業を開始したが、三重県軍西部は、教職員の多くが、神宮工学館で勤めていたものであることを、問題視し、超国家主義的であるとして、同年内に閉鎖させた。次の試みとして、非工学館出身者を校長に迎えた、生命高等学院を1948年、昭和23年に開いたが、入学者が少なかったために、 これも自然廃校となった。大学最高運動はサンフランシスコ講和条約が調印され日本が独立する状況下で再び活発化する日本文化研究所の設置を目指す財団法人遺遣会が1951年昭和26年に発足し翌年には神宮工学館大学最高規制会が結成された。1954年 昭和29年、イスズ会第2回全国大会では、日本文化の最高学府として、大学を再高すること決議され、同年9月20日には、神宮大宮寺宛に、工学館を短期大学として設置する案が、提出され、宇治山田市議会でも、大学最高の請願が採択されたが、1955年、昭和30年、神宮は大学でなく、 より純粋な新職養成所としての神宮工学館を開くことを決定した。当時の関係者の一部からは、大学を再開しても学生が集まらない、大学を開設することで、国学院大学との間で、競合関係が生まれるのは好ましくなく、国学院を唯一の新党大学として充実させるべきなどの懸念や、伊勢の地にはより実践的な養成施設を置くべき、 あるとの意見が出されていたことからも、最高運動が一枚岩でなく、順調に進まなかったことが伺える。だが、運動が挫折したわけではなく、1959年、昭和34年に、吉田茂を会長にいただいた、学館講演会が発足した。会長の吉田以外に、同講演会には副会長として、池田隼人、在会からは、石坂大蔵、足立忠。 小林中、杉道介、大田垣志郎らが参加した。彼らが全国の財界人に働きかけて参上を呼びかけたり、県が講演会からの協力要請を採択したりして、大学設置への動きは加速し、1962年、昭和37年2月17日には、関係者の長年の悲願だった大学の設置が、文部省より認可された。同年4月25日には、 開学式が挙行され、神宮工学館大学の再校が完成した。その後、1968年、昭和43年には、戦前の校地を伊勢市より購入して、旧来の姿を整え、文化系の学部、学科を中心に規模を拡大し、神道系大学として、新職養成課程や、付属神道研究所に見られるような独自色を打ち出している。 また、高校や中学を併設した。学部生向けに男女別の学生寮がある。男子寮を生下寮、女子寮を低迷量と称する。入学手続きの際に入寮を希望し、入寮が許可された学生は、入学より2年間寮で生活することができる。また、寮の定員に対して希望者多数の場合は、実家が遠方のものから優先的に入寮となる。 大学として、寮の整備には特に力を入れており、その整備充実が積極的に図られている。寮は教育寮であり、寮生には、大学の行事である清掃での月例神宮参拝、寮内の神殿での誘拝、毎朝の朝拝、清掃等の行事が義務付けられており、寮生活の中で人との協調性や上下関係などを身につることとなる。成果寮は、 基本的に二人部屋であり、各班には談話室や冷蔵庫が設けられている。規律には厳しく寮内での飲酒は厳禁であり、喫煙に関しては寮内外で禁止されている。朝配7時15分から始まり教育直後は報読。また、夕拝は大払い言葉を相乗するが、基本的に浸透学科生のみが参加する。毎年5月上旬に全学生を対象に実施。 自社、博物館等の施設、工学館大学ゆかりの地を参拝し、工学館大学の同一性を確認することを目的としている。学年ごとにコースが違うため、4年間で4通りのコースを回ることとなる。工学館大学の学園祭は、伊勢学者内で開催され、倉寮祭、総寮祭と呼ばれている。かつて、名張学者で行われていた学園祭は、 公明祭、公明祭と呼ばれていた。例年、11月初頭前後に3日間開催される。大学国区事業、地、地の拠点整備事業の一環として、玉城町が推進する玉城豚のブランド力向上に協力している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。